はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、キャプテン翼戦いドリームチーム動画撮ると思います。ということでね、エイプリルフールなんでね、まあ毎年恒例ですね、なんか無料で引かせてくれるエイプリルフールガチャ、こちらの方ねちょっと引いていこうと思います。ということでね、サクッといきましょう。いけ。さあ、まあ全枠 UR ということで、まあ中身がねどんなの入ってるかわかんないけど、まあ見ていってみましょうと。さあ、ね、一応ね毎年の感じだとね、ガチャじゃないやつとガチャのやつと混ざってるんだよね。本気で世界一を目指すつもりだ。お、背負石日の丸の誇り、片桐宗政。これはあれ、なんか思ったより強い感じじゃない？力2本5人で 25%。 これなんか良さそうな気がするな。メイン必殺技だけ、レベルがね41ですね。4月1日ってことでしょうね。さあ次。はい。未来につなぐビクトリーラン。これなんだっけ、3周年だか4周年だかの時の翼くんだった気がする。指が4だから4周年の時のかな。なんか配布だよねこれは。ゴールデンツインシュートが41になってるよと。君のチームの守護神となることを約束しよう。お、このヘルナンデスは守ってなかったけど、ね、必殺技も B ですと。なるほどねと。俺たちは真の世界一を目指してサッカーを始めたんだ。はい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 、なるほどね。はい、というわけで、まあそうだね。このレヴィンとかは？そうですか。あ、ここはでもなんかガチャさんっぽいかな。技2本5人で、17%。ちょっと古い。そうですか、そうですか。なるほどね。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。